ヘリコプター乗ろう。任せろ、俺が操縦する。ユーヨタラムダ、カッパヨタニューイプシロン生態をたたえた。はいはい、ああ、いたたたたた。ね、コメント欄にね、解読不可能なコメントが来ててなんて来たんだ。ミッション完了、シカリオは片付いた。もう大丈夫だ。助かったよ。俺たちだけじゃあの金庫は無理だった。一箇所で全部使うなよ。それとその金はプルフォからもらったって広めろ。仲間割れさせるのか。それはいい。見た目の割に頭が切れるな。助かったぞ。お、なんだここ、なんか良さげな庭園か何か。うん、なんか良さげっていうか、てかその前にこっちにパースケースだから右だ。はいはい。あそこ誰かいる？なんかいる。ロシア語じゃない、初見です。はい、初見さんいらっしゃい。あ、降りちゃう降りちゃう。あ、ロシア語か。あ、いたー。いるっつったやんけ。真後ろから登って。お、一緒に登るやつがあるか。武器拾っちゃった、間違って。この人の回収。UG はいっかな、使わなくて。うん、で、なんかさ、ストーリーミッションが接近してきてんだよね。サンタブランカの現金輸送車を1台盗んで、うん、エルプルポのガレージに入れて。なんか動いてるね。ミリアフロレスが知ったら、プルポが犯人だと思う。あ、輸送車乗っとる。乗っ取りだから、行っちゃうか。壊してはならないよ。難しいな。破壊だけは一丁前で得意だけど。奪うとか、バレないとか、そういうのがとにかく苦手だから。ノーキンパーティー。来て、あれだ。あれ待って、これ。これ乗り越えれなーい。壁ばっかじゃん。あ、ここだ。あー、複数の車もいるね。来たら追いかけるか。うん、あ、追いかける感じ。はい、こんにちは。後続車撃て。おりゃ、あーまスナイパーで狙ったらね、それは巻き添えを食らっちゃうわな。SUV 反乱軍に乗り物を置いていくよう頼んだ。遠い、あっちだっち。あ、タイヤ当たりそう。あの車爆破しちゃダメよ。この街あんま敵いないなと思ってたんだけど、結構いるじゃん。今度前の車倒そう。早いで、こいつをどうやって止めようかな。タイヤ、とりあえず前に来てブレーキかけよう。あ、運転手殺せばいいんだよ。おりゃ、降りたね。ターゲット排除。ん、あ、待って、グレネード。ん、グレ、敵のグレネード。いや、知らんがら。知らんがら。ああ、多分振りかぶったところを倒して落としたんだ。あれ、これ元の場所じゃない。うん。あ、遠い。でも多分あの車こっちに向かってくるんだよね。あ、アルファにファストトラベルできる。めっちゃ近い、一番上。あ、いや、でも車は進行方向こっちだから、うん、SUV で行こう、もう一回。うん、なんであんなとこに止まるわけ。来るぞ、こっち。ほら、
してるね。うん、撃て撃て撃て、うまく衝突。おお、後ろ、はい、ナイス、はい、打ち方やべえ。ああ、あとはあの車を止めれば。タイヤ、待って、後ろからつつくわ。お、うん、止まんない。待って、この先カルテルいるから一回通過しよう。前行ってくれたら運転手撃つよ。大丈夫、爆発しない多分。オッケーオッケー、当たったはず。オッケー、ああ、巻き込み。危ない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 。いけ、車確保。こっち運転席。この辺にプルポのガレージがある。トラックはそこに置こう。なぜ会計士がガレージに？マネーロンダリングのため、いろんな事業に投資してるんだ。やばい、増援来てる。逃げないと。重たい。この現金輸送車中身空じゃねえか。え？いや、車体の中さ、ちょっと開いて見えるんだけど。マジで？まあ。うん、マジで。ね、多分あの貧乏人には見えない金なんだよきっと。DRJA、DOB、DOLE、テーミャーキーズナーク、NA、MOJA、シャーミャーキーズナーク、NOL、NRL ミャーキーズナーク、NO。うん、多分ね、ロシア人と思われる方からコメントが来てるんだけどね、解読が難解すぎるね。ああ、待った。なるほど。気づかれずに運ぶ。中殲滅する？そういうことになるね。ちょっと待って。ここさっき来たよね。来たね。警報、警報、待ってよ。電源装置壊すわ。カルロス N リガスホラ QUE ノー D エンション電。オッケー。はい。XD。ここさっきのご利用しで行ったよね。確か。警報壊した。オッケー。オッケー、オッケー。そっか、そりゃ電源を切ればゲートが開くような。乗って乗って。これをここに止めて。で、隠れ家を出る。ここ隠れ家なんだ。へえ。気づかれずにか。車あったからあれ乗ってスタコラしちゃう。なんだこの長い車。あ、これゼウスじゃん。ゼウス出た出たゼウスすごい。あとはボーマンがニディアの下に場所を流すだけだ。うん、ニディアのプルボで、お次はここだ。ニディアフロレスのコンピューターの位置が分かった。アルファじゃね。ハッキングしてビューティークイーンの秘密を入手してちょうだい。アルファ武器回収すっか。うん、ああ、まあでもサプレッサーと互換性のない武器だから使うことないと思うけど。まあ取るだけ取るだけ取っちゃおう。エズバーロー水もう QUE エンションダワイエモーショナマズエンティアワン。なんだ今度はね、ロシア語じゃなくてなんだろうな、これは
スペイン？イギリス？あ、イギリスじゃないや。スペイン。イタリア？そういう難解なコメントをされてもそんなグローバル人間じゃないから。英語なら、英語ならまだ。よーし、ノーレズエンション道。反乱軍にエリアの偵察を要請した。うん。そんないない。うん。警報もない。警報機もないよね。ご両親。でも誰か一人言ったらバレそうだな、これ。ちょっとそこ隠れないで。オッケー。オッケー。武器ケースを見つけた。これか。こんなのが欲しかった。必要ないけど。で、こっち。このボーナスメタルは何？ダメージが 10% 軽減だって。もらっとこう。それは普通に使える。これは欲しい。即死しちゃうから、最近。めっちゃヘリとかね。グレだな、一番ひどいの。なんかあの南の地方の反動のせいかさ、北に来てからものすごく楽に感じるんだよ。南やばかったもんな。ただその反面ね、ステルス行動をしなければならないっていうのがね、ないからね、緊張感がなくなってるよね。本当な、一瞬でバレてるの。雑んな。ダメだよ、雑んな。ゴーストリコンだから。これ登れないな。うん。でヘリ呼ぶか。え、3人お、奥にいるよ、奥に。ウィフボーイ。あ、上にあった。登れない。車使うか、うん、もう。いや、ここ行けそう。もう近いよ。あ、カルテルいるわ。あら、おらららはじかれた。もうここだけど。まさか降りる気か。おお、かなり大きな家だな。ようこそビューティークイーンで。何普通に着陸してんの。ボーマンによって地球に出張中らしいな。いけたぞ。ちょっと警戒されてるけどね。ちょっと待って。スポットしよう。待って、スポットしようにも広いな。ここ。しかもさ、あのヘリポートがさ、横にあるのにさ、わざわざそんなところに止めるっていうね。いや、ちょっとヘリポート危なそうじゃん。ヘリで中に入ること自体危ないけどね。まあ。で、まあ、だけど入り口がね、正面しかないっぽいわ。なるほど。そっから倒せる敵がいるなら倒しちゃって。オッケー。でも何この豪邸。なんかすごいよね。住みたい。掃除大変そう。ニディアフロレスの私有地だって。おお。これが私有地？ターゲット排除。ちょっと高いところに出たいんだけど。あ、出れそう。ああ。よいしょっと。
この私有地で最も高い塔に上がってるかもしんない。あそこか。あとスナイパーいた。うわ高い高いけども敵が丸見えだ。丸見えだけど今 MP7 しかないからこっから出るかな。あいつ倒すわ。おい、おっと、ああ下のやつに見られた。オッケー。3人目の敵だ。で正面入り口に1人。はい、敵グループが見える。あと側面にもう1人いた。敵グループを発見。何ここ迷路みたい。迷路でもないけど。なんかね、うん、草の迷路。草噴水もあるし。なんでしょうこのリッチな世界は。もうボーナスメダルはもう取れるんじゃないか。こっから降りるのがちょっと面倒だけど、うん、降りよう。あと一人だけだね。うん、メダル取っちゃおう。ちょっと待って、あれ見えんのかよ。あ、危ねえ。よし、この庭園もこの制圧とともにもらっちゃおうぜ。え、すげえ。ここホテルだもん。調理師みたいな人もいるし。へえ、いいなこの広いキッチン。あ、プールある。こんな麻薬に汚染された国で。いや、プールあるところにルームランナーあるんだけど。え？あ、でもそういうところなんか見たことない？嘘、初めて見たな。マジか。筋トレの器具もあるし。いいな。これどっから入るんだこれ。割れる。ああ割れない。全面ガラス張りだし。あれこれ入り口はここからはあった。うん。子供部屋。いやなんかすごい、ね、え風呂、すげえ。風呂どんだけ豪華なの。これ何これ。えこれシャワーじゃない。あテレビ。わ暖炉。豪華すぎでしょ。メダルいただき。さてこの邸宅にもう情報がある。あそこだったのか。あテープだ。バルベチョスに週間に出かけた時にようやくあのニディアフロレスに会えた。あセーフ。あんなセクシーな女にはお目にかかったことがない。なんだここ。兄貴が昔付き合ってたマリソルってこう思い出したな。俺が16の時思春期の多感な脳みそで想像したどんな女よりもセクシーだった。暴れんな暴れんな。不思議だよな。上級国民に歯向かったらぶっ飛ばされちゃう。いやチェックを絶対に欠かさない。俺はシカリオの給料を取りに行っただけなんだぞ。捕まってろ、俺が運転する。ニディアは金を紙幣カウンターで5回も数えやがった。帰りに車の中で一緒に来たシカリオが言ってた。バレリアの父親はエルボヒータじゃないかってな。俺は初耳だったんだが、お前知ってたか。もっとひどい冗談もあいつらは言ってたが、言わないでおく。カルテルのゴロツキは紳士じゃないからな。けだものだ。わかるか。
しかしイリアは羽目を外した女子大生みたいに酔っ払ってたんだろうな。そうじゃなきゃボギーだなんかと子供を作るわけがない。エルスエーニュの声っぽかったけど多分違う人のテープだったわ。うん、でこの車速いけど難しいんだよな操作が。うん、難しそう、あまりにも速いと思う。